今日はプレジャーボートで釣りに連れてってもらえることになりました。知り合いにイノシシの漁をする人がいて、昨日急に明日船で釣りに行くけど一緒に行くって誘ってもらいました。今イワシを追って青物が来てる時期なので、青物狙いで楽しみです。魚体に反応が映る場所で釣り開始。この日はやや風と波があります。酔い止めを飲んでこなかったので、なるべく遠くを見るようにします。なんともう魚が食ったようです。おお、はい、ハマチですね。いいね。立派な中型のブリです。じゃあお借りしますこの赤金のメタルジグがすごく釣れるらしく、タックルごと貸してくれました。これ PE1.5 号ですよね、確か。いや、2号。じゃあ強いですね。リーダー細めですね。アシストフックが2つに、後ろにトレブルフックとやや長めのブレードがついています。やっぱこのジグがいいみたいですねこれに変えた途端に食ったああ見えた、ハマチっぽいですね。はい、ありがとうございます。あ、よかった、魚が釣れた反応を見ながら自分たちで思う場所に船を走らせる。なんだかとても楽しいです。お連続じゃないですか。うまい。送った、めっちゃ釣れますね。ダイソージグの信頼取り戻しました。サワラ、あ、サワラですね。どうしよう、タモ、サワラ。はい、気をつけて、長い毛気をつけて。いいサイズ、めっちゃ太いですね。絶対美味しいですよ。本当、やっぱ何があるかわからんです。本当そう、諦めんかったら。まあ釣れん時もあるけど
船がおらんけってバカにならんもんだな。そうですね、やっぱ。あ、見えた。サワラ。いや。あ、もう一回。あ、ありがとうございます。あ、いいサイズ。あ、ここ今戻ってきて一瞬でバケツいっぱいになりましたね。本当ね。入れるこれ。はい、入れます。もうすごい。どこ行ってきたみたいな。なんと大型クーラーがいっぱいになったので、お昼には戻ることにしました。この大きいクーラーが青物でいっぱいになりました。プレジャーボートってすごいです。いつも魚の鱗を取ってからさばくけど、今魚の鱗を全く取らずにこのハマチをさばきました。まあやっぱ多少はついてるけど、でもまあ自分で食べるには全然ほとんど気にならない程度で、案外綺麗に鱗付きのままでもさばけるなって思いました。時間短縮がしたい時とかはこれはこれで良いかなと思います。めちゃくちゃうまいです。皮目を炙ったやつを食べたら、もう入れた瞬間なんか肉っていうぐらいのめちゃくちゃうまいです。でこれは釣れてから6日間魚体のままチルドで熟成してました。これはハマチサイズだけど脂がすごく乗ってて旨味がものすごいです。6日置いたこともあってもすごいうまさです。これはもう大当たりでした。